千葉県のうどんさんから来てますね。はい、15歳の方ですね。私は今高校受験のために勉強してます。でも未だにどの高校に行きたいかまだちゃんとは決められていません。今選んでいるどの高校でも自分のやりたいことができるんですが、最後の決め手がありません、うん、自分の進路だから自分で決めなければいけないけど、私は自分で決断したり判断することが苦手です、うん、ある日の皆様、何かあった時の決断や判断は早い方ですか？また優柔不断な部分を改善するにはどうすればいいか、アドバイスをお願いしますということなんですけどね。優柔不断という言葉はもう俺のためにあるような言葉ですよね。俺たち3人ともそうだよね。そうだよね。意外とさ、優柔不断イコール慎重ってことあるけど、あるけど決めらんないってあるよな。決めらんないのはあるね。決めらんないよね、あなたもね、メニューをね。いや、あ、私ですか。あなたでしょ、それは。私は早めに決めるんですけど来ないんですよ、品物が。そういう人生ですからね。高校さ、うん、どうやって選んだ桜井は。だから言ってるじゃないですか。大学まで行けるように、ああ、そうか、大学のついてるところで選ぼう、なんとか入れるところねえかったら、あそこだ、大学だった。ああ、まあ、そうだ、兄さんも。そうそうそう。本当だったらね、地元の高校に入った方が経済的にもいいですよ。うん、それをね、兄貴が苦労したから、うん、お前は東京の学校に直接行った方がいいっていう話で。それはなぜか、あなたの家庭が裕福だからですよ。いや、裕福ってことはないですけども。いや、でもほら、普通は行かせないですよ。行かせないですよ。ねえ。でもそうやってさ、まあ自分である程度選んだってことなのかな。いやいや、行ってこいって言われたんで。あ、じゃあそれは何、あの、親御さんが選んだの、明治学校。そうです。あ、そうなんだ。へえ。自分で選んでなんてあの頃は進めたことはないですね。あ、そうなんだ。ソロバンだって、ソロバン塾、ソロバンが習いたいから行きたいって言ったわけじゃないんです。近所の子が行ったから、ソロバン塾に行くんだけど一緒にどうって言われたんで、うん、お前ソロバンだったら商売もある、必要だから行ってこい行ってこいって言われて。じゃあお前の人生って何かこう常にこう、そうだよ、俺なんか差し歯のブリッジだって言ってんじゃん。でも今だってそうだよ、いい友達が二人いるんだよ。でもさ、唯一さ、うん、S&G のさ、明日にかける足を買ったってのは自分の行為でしょ。あ、それは物を買うぐらいは自分ので、これをやりたいと思ったわけじゃん。それでそれが今ここにあるわけ。まあね、だけどやりたいんだけど、うん、あのままだったらなくなっちゃったんだよ本当は。坂崎が出てきてやろうって言うから出てきて、でお前が入ってきて、俺だって S&G 知らないもん。いや、てかお前もやる気なかったの知ってるけど、デビューした時ね。やる気なくないよ別に。いや、俺もあんまりやる気なかったんだけど、坂崎だけがやる気があったんだよ。それはあったね。あったろ、ちょっとあったね。でもなんだかんだ言いながら、うん、どん底まで行った時に一番悔しいと思ったのはお前だろう。だってそうなんですよ。そういう、そういう誰かがそう思って頑張ったんだよ、うん。でその時に俺がいつもと横にいて、うん、よし、俺も力を貸そうっていう、そういう感覚、だけどいいんだよそれで。まあ誰かがやればね。あの時お前みたいなやつが3人集まってごらん、うん、40年続くわけないだろ。まあそりゃそうだけど ね、ちょうどいいんだよ、こういうバランスなんだよ、だから全て、ね。でも高校受験でさ、うん、自分の高校が決められないっていうのは、やっぱりこう、その高校だけはね、自分で決めた方がいいと思うんだ。いや、だから自分で決めたって入れないんだよ、だって。え、だからどこに入れるか分かんないんだからさ。でもだからそれは目標としてね、ここに入りたいとそこに受ければいいじゃん。そこに入りたいと思ったら勉強してダメなの。その上のところに行こうと思って勉強してじゃないと入れないらしいよ。すごいね、入るらしいって言うなお前。らしいって言うなよ。おい、だって大体壁ができると壁の横からスーッて抜けてきた方だからさ。人が見てない時にお前明確でさ、うん、マラソンやんなきゃいけない時でズルしてたろお前な。ズルしてた。俺ちゃんと走ったぞ、ちゃんと成長。走ったよ俺、だって2番だもん俺。こんなことしちゃいけないなと思って、ズルしていいぞ、ズルしていいぞ、なるほど。半分のところからぐーっと回って、ただそのまま出てくると、わざとらしいから、うん、半分ぐらいが走り去ったところに入ってくるっていう、すべて、あ、ね、平均的に生きてきた人間なんですよ。でも高校はさ、俺もさ、実言うと国学院も受けてたのよ、うん、国学院入ってたのよ、うん、あっちは国分があるから、うんうんうん、行きたかったんだけど、うん、ただね、あっち行くとね、バスケットやんなきゃいけなかったんだよ。あ、いい、お前の場合あれだね、うん、いいコメントが出てくるよね。なんで？自分はあの、ね、バスケットをね、とことんやって、うん、もう見切りをつけてやめようと思った時に、うん、それでもバスケットで来てくださいって言われたわけだろ。来てくださいってか、行けば入んなきゃいけなかったんですよ、ね、先輩がいたからね。それも一個滑り止めでも何でも、ね、ちゃんとしたのが入ってて、うんうん、ね、名額を選んだって。ここ俺何にもないのしょうがない。もうすがるようにわらだよ、わら、わら、うん、でもさ、国学選んでたら、うん、2年先輩にさ、うん、佐田さんがいたんだよ。あ、佐田さん。そう。じゃあ、もしかしたらグレープのやってたかもしれない。やってない
ないよ、だって先輩なんだって。エレキギターとバイオリンで。やってないよ。精霊流し、お前がやってない。やってないでしょ、それは。それやってないと思いますよ。そう、うん、それやってないと思いますけどね。でもね、人生はね、わかんないもんだな。もしもって言えばないんだよ。だよ、この道しかないんだから、一本しかないんだよ。そうだよ、どんな道選んでもこの道になっちゃうのかね。そう、この道が自分の道なんですよ。そういうことね。はい、ぜひ受験頑張ってくださいね。頑張ってください。はい。